ライアン・マシューバーは、アメリカ合衆国コロラド州、ダグラス郡ハイランズランチ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2012年の MLB ドラフト33巡目で、テキサス・レンジャーズから指名されたが、契約せずに、アリゾナ州立大学へ進学した。2013年には、アメリカ合衆国大学代表入りし、 第39回日米大学野球選手権大会のメンバーとして来日している。2014年も2年連続でアメリカ合衆国大学代表入りしている。2015年の MLB ドラフト5巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入り。契約後、参加の A-9 ヒルズボロホップスでプロデビュー。A 級ケーンカウンティクーガーズでもプレーし、 二球団合計で26試合に登板して4勝0敗3セーブ防御率1.0649奪三振を記録した2016年はルーキー級アリゾナリーグダイヤモンドバックスと A 級ケーンカウンティでプレーし二球団合計で16試合に登板して1勝2敗防御率3.5220奪三振を記録した2017年は A 級 ケーンカウンティと A 級バイセリアローハイドでプレーした。2017年8月11日にインターナショナルボーナスプールとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。移籍後は参加の A 級ウィンストンセイダッシュでプレーし、移籍前を含めた3球団合計で45試合に登板して2勝2敗6セーブ、防御率1.65、88奪三振を記録した。 2018年、マイナーでは、A 級バーミングハムバロンズとトリプル A 級、シャーロットナイツでプレイし、2球団合計で37試合に登板して4勝3敗、2セーブ、防御率2.245、51奪三振を記録した。8月22日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、翌23日のデトロイトタイガース戦で、メジャーデビュー。 この年メジャーでは8試合に登板して、防御率7.45、6奪三振を記録した。2019年は初めて開幕を、メジャーで迎えたが、6月にトミー・ジョン手術を受けることとなり、以降は全休した。離脱するまで16試合に登板して1勝1敗、防御率4.58、20奪三振を記録した。 オフの12月2日にノンテンダー FA となったが、ほどなくして、マイナー契約で再契約を結んで2020年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2020年は、前年の手術、マイナーリーグ自体も新型コロナウイルスの影響で、試合が開催されず、メジャーにも昇格しなかったため、公式戦の登板はなかった。 2021年5月27日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると31日のクリーブランドインディアンス戦で2年ぶりのメジャー復帰登板を果たした。ありがとうございます。